ジョゼフ・ブルッサール、または、ボーソレイは、アカディア、後のノバスコシアとニューブランズウィックにおける住民の指導者である。アカディア人への強制追放に対して、レジスタンス運動を展開し、1765年、アカディアがイギリスに敗れてからは、最終的に、現在のアメリカ合衆国のルイジアナ南部に、ルイジアナへの最初のアカディア移民を連れて移住した。 ジョゼフ・ゴーレ・ブルッサールと表記されることもあるが、おそらくは書き写しの際の誤りである。ブルッサールは1702年にポート・ロワイヤルで生まれた。人生の大部分を、ルクラン、アルバート・カウンティ、プティクーディアク側の流域で過ごし、妻のアニエスとの間に、11人の子供がいた。ラル・シンプセン時には、1724年のアナポリス・ロイヤルへの襲撃に参加した。 ジョージ王戦争の時期には、ジャンルイルルートル神父の主導の下、イギリス支配下のアカディアで、積極的にレジスタンス活動を始めた。イギリスへのレジスタンス活動では、しばしばミクマク族もブルッサールの軍に加わっていた。ルルートルにはイギリスに対する強い反感があり、ミクマク族の不況の際に、それを吹き込んで、彼らの精神的支柱となっていた。1747年。 グランプレの戦いに参戦したが、後にそのことへの責任を問われた。ブルッサールは1749年に起こったルルートル神父戦争に参戦し、ダートマス奇襲でアカディアへのイギリスの侵入を食い止めた。この奇襲では、イギリス人入植者に5人の犠牲者が出た。翌1750年はシグネクとの戦いに参戦し、そのしばらく後、 60人のミクマク族とアカディア人を率いて、再びダートマスを攻撃した。これが1751年のダートマス奇襲である。この奇襲でブルサールとミクマク族を呼ぶ。時の総督エドワード・コーンウォリスは一時的に、ダートマスへの入植計画を廃棄した。1755年6月8日の海戦のアルシドとリス、この二隻に、 レジスタンス運動のためのナイフが積み込まれていた。1754年の4月の終わり、ボーソレイは、ミクマク族とアカディア人からなる大規模な軍勢を率いて、シグネクト地境からローレンスタウンに向けて出発した。5月半ばにローレンスタウンに着いた軍勢は、その夜この町に放火した。ボーソレイは4人のイギリス人入植者と2人の兵士を殺し、逃避を剥いだ。 この襲撃はなおも続き、入植者と中屯兵は8月までにハリファックスへ退いた。その1年後、1755年6月8日の海戦で、フランス艦、アルシドトリスに頭皮を剥ぐためのナイフが1万本積み込まれているのが発見された。これは、ルルトル神父戦争に従軍中のアカディア人、ジャンバティスト・コープ族長家のインディアン兵、そしてブルッサールに渡される。 予定のものだった。グランプレからのアカディア人の追放1755年8月、ノバスコシア総督チャールズ・ローレンスは、イギリス軍大佐、ロバート・モンクトンとアナポリスの司令官で少佐のハートフィールドに、アカディア人追放について指示した。まず、男たちを捕らえ、人質として家族を呼び寄せ、フランス領に行くと信じ込ませて、イギリス領内に連れて行くというものだった。 しかし、アカディア人たちはなかなか現れず、出港が伸び伸びになる中、イギリス軍は強引にアカディア人たちを船に乗せ、その年の12月までに何千人ものアカディア人たちが故郷から引き離された。劣悪な環境の中で多くのアカディア人が死に、他の植民地からも受け入れを拒否された。アカディア人はフランス人と同一視されており、 当時イギリス領アメリカで侵攻しつつあった新たなフランスとの戦いが彼らの受け入れに影を落とすことになった。ボーセジュールトリデの戦い後、ルルートルが投獄されたのに伴い、ブルッサールがアカディア人追放の時期を通して武装レジスタンスの指導者となった。1755年6月、シグネクト地境の領有権をフランスと争っていたイギリスはボーセジュールトリデを包囲した。 この戦いでブルッサールもイギリス軍と交戦し、イギリス軍士官を補修した。6月16日、砦が攻略された当日、ブルッサールはイギリス軍の野営地を少人数で攻撃した。そしてブルッサールはモンクトンに会い、恩赦を前提にイギリス軍とインディアンの朝廷を名乗り出て、モンクトンは同意を示したが、ソートクローレンスは承諾しなかった。 1754年当時のアカディア。半島部の中央にエドワード砦、その下にハリファックス、ニューブランズウィークとの境界にボーセジュール砦が見える。1755年のアカディア人追放の際には、ブルッサールと家族はおそらく森に隠れたと思われる。その後、シャルルデシャンド・ボワシェベールの軍に加入し、プティクーディアクの戦いに臨んだ。また、 ボードルイユ総督の命を受けてで敵艦を打破もしたが、1758年のプティクーディアク川方面作戦では、足の負傷で、戦線離脱せざるを得なくなった。ケベックが陥落した後の1761年も、レジスタンス活動は続いていたが、飢饉のためブルッサールは困窮し、カンバーランド取の指揮官であるジョセフ・フライ大佐に降伏した。 1762年の10月、ブルスサールは家族と共にエドワードトリデに投獄され、その後ハリファックスに移されて、1763年のパリ条約締結までハリファックスに監禁された。その年の終わりには機密文書を所持していたため逮捕され、翌1764年になって釈放された。1764年に釈放されたブルスサールは、 他数人のアカディア人とフランス領をサンドマへ移住することを許されたが、気候になれることができず、他のアカディア人と共にルイジアナに入植した。ブルッサールは1765年2月27日にサンドマからルイジアナに向かった最初のアカディア人の一人となった。この年の4月8日、ルイジアナのサンマルタンビユのアタカパアカディア民兵隊の 体調検視期間となったが、その数ヶ月後、ブルッサールは死亡し、10月20日にボーソレイユの町に埋葬された。ブルッサールの子孫には、ティナノールズと、その二人の娘、ビヨンセとソランジュ、孫のダニエルと、ブルーがいる。ケイジャン音楽のバンド、ボーソレイユは、ブルッサールにちなんで名付けられた。